単独ライブ千鳥でやったんだけどよ、ダウンタウンの松本さんが急遽出てくれることになってよ、ギャラ払わねえといけねえじゃねえの、恥かかせねえぐらいの額そんなにいらねえって書いてきたんだよ。結果松本さんのギャラよりライスの席待ちの方が高かったっけ。ラブユーセフ笑っておくれ。ネゴシックスがそのまま寝てしまったからカーペンターズの CD をケツに挟んでみたんだよ。そしたらあいつ寝言でサッチャフィーリンって言ったんだよ。あいつ CD プレイヤーなの。CD プレイヤーや。なんか耳の調子が悪い。でお医者さんに深い海の底に長寿がいましたって。インパルスの頃からファンですって言われてさ、第三者が解散させることもあるんですよ。フリーントゥイマテン。言ったな。ついに言いました。死ぬまで笑って生きようぜ。